ふっと私の中でまた現実感が消える。私は今どこにいるんだっけ。夢？いや、現実だよ。聖子の体温を感じるもの。でも実は本当の自分は全然違うところにいて、ずっと経験しているこの現実がそこで見ている夢だったりしたら。眠くなるとろくなこと考えない。はあ、じゃあ明日大変だし寝よっか。だね、文化祭だもんね。前日にお泊まり会とかチャレンジャーだよね、私ら。寝坊しないでよ。布団ひっぺがして冷蔵庫の保冷剤お腹に乗せちゃうからね。大丈夫だよ。私の朝の早さはおばあちゃん並みなんだから。よし、行ったね。じゃ、おやすみ。おやすみ。聖子も疲れてるのかな。気持ちよさそうな寝息を聞いていたら、私もどんどん眠くなる。この子、びっくりするほど体温高い。昨日の夜は寒かったけど、これはいいや。湯たんぽだ。うん。あったかい。あ、起きてたの？ナオミの声はいつだって熟睡してたって聞こえるの、あたし。教室でもそうでしょ？もう超能力の域ね。てか、授業中寝ちゃダメだよ。ねえねえ、将来結婚してもさ、変わらず私と一緒にいてくれる？もちろんだよ。急だね、また。本当に？本当に。当たり前じゃない。あたしと聖子は何があっても友達。ずっと一緒だよ。ありがとう。なに？急に。もう。聖子がバサッと布団をかぶる。何この萌えキャラ。友達以上の感情が芽生えたらどうしてくれるのか。
ナオミ。ずっと一緒にいようね。うん、おやすみ。おやすみ。聖子も私と同じことを考えてたんだ。嬉しい反面、なんだかまた照れくさいような変な気持ちになった。聖子はやっぱりすぐに寝息を立て始める。こっちを向いて丸くなってる。目の前で寝ている聖子の頭をじっと見ていると、不意に手が動いて、そのまま撫でてみたくなった。おかしい。寝入りかけのテンションのせいかな。不思議なほど自然に。私はそっと聖子の後頭部に手を回してみた。そのままお母さんが子供にやるように、ゆっくりと頭に沿って手を動かしてみる。うん、いい頭の形。丸いな。私はよくわからないことを考えながら聖子の頭を撫でていた。聖子が私の胸に顔をうずめてしがみついてくる。あれ？寝ぼけてる？なんか変な絵だけど、今晩だけいいや。よしよし、いい子いい子。今日夕方から雨降るみたいよ。二人とも傘持っていきなさい。はーい。あ、お借りします。ありがとうございます。よし、元気に行っておいで。篠原さん、デートの約束考えといてね。はい、
お母様。